ブラックフラッグは1976年に南カリフォルニアで結成されたハードコアパンクバンド。ブラックフラッグはアナーキストの象徴。1976年にアメリカ合衆国カリフォルニア州ヘルモサビーチで結成された。キャリアを通じてメンバーの入れ替わりが激しく、結成から解散までバンドに在籍していたのはリーダーでギタリストのグレッグニンだけだった。 1981年に SOA ステートオブアラートのヘンリー・ロリンズがボーカリストとしてバンドに加入。ロリンズの参加は東海岸でもブラックフラッグの名前が知れ渡るきっかけになった。バンドはこの頃から活動を活発にしていき、日本公演を含むワールドツアーをこなしながら次々とレコードをリリースする。彼らのレコードの多くは 銀が設立したインディーレーベル SST レコーズを通してリリースされた。SST はブラックフラッグの作品以外にもミートパペッツやミニットメン、ハスカード、バッドブレーンズ、ソニックユース、ダイナソージュニア、サウンドガーデンなどハードコアや初期オルタナの音源がリリースされており、1980年代のアメリカを代表するインディーレーベルとなった。 1986年に解散。実質的な活動期間は長くはなかったが、アメリカ、特に西海岸のハードコアシーンに与えた影響は大きい。ただし、一般的なハードコアと違い、ブラックフラッグの音楽は必ずしもスピードに重きを置かない。また、ブラックサバスをはじめパンクロック以外の音楽からも影響を受けている。この傾向は特に、 ロリンズ加入後の曲で顕著である。また、SST は DIY 精神の先駆者であり、2011年、現在もインディレーベルという存在そのものに影響を及ぼしている。2013年に本格的に再結成することを発表。2バンドに分かれての再結成や、ヘンリー・ロリンズは参加しないことなどが話題を呼んだ。SST とは、 ソリッドステートトランスミッターズの略。この名称は、アマチュア無線の愛好家でもあった銀が、ラジオ部品を販売するために設立した会社であった、ことを示している。この事業でも、銀は総応の成功を収めたという。ニフティミュージック2013年1月30日付記事、再結成ブラックフラッグは2バンドヘンリー・ロリンズはどちらにも参加せず。ありがとうございます。